はい。じゃあ、今日もお願いします。経営者の失敗。うん、数百万要領されましたっていう話なんですけど、まあ、本当にだいぶ前の話です。ぶっちゃけよく何回もされてるんですけど、お金絡みは。まあ、日本会社で直接お客さんのところに行くから、お金絡みって結構多いんだわ、下請けも含め。ね。で、まあ、事務的なことも含め。ほんで、この話はちょっとまあ、古い話ですで。あんまりね、最近のことでも、あの、ぶっちゃけその、 誰が犯人だとかもわ、わかんないのもあるし、まあ、喋ってやめてった子もおるけど、まあ、それ喋ってもいいけど、まあまあそれ、それよりも一回ちょっと面白い話があるなあと思うんで、ちょっと、あのー、お話しします。で、まあ、よく、まあ、その、俺の考え方はこれ、第一前提にこれ話しすると、悪いのはもうまず俺。うん、盗まれて、盗んだやつが悪いとか、悪くないとかじゃなくて、まあ、盗んだのはま,あまず俺が悪いっていうのを含め、 で、じゃあ、会社も何回もやられておるんだから、じゃあ、ちゃんとやれよっていう声もいただくし、まあ、それも考えてるけど、もちろん、いつもね、経営者だからね、やっぱり。だけど、あんまりそのセキュリティレベルガチガチにしちゃうと、中小企業なんか回んないんだわ。うん、じゃあ、足場だったらそうだよね。足場もじゃあ材料、棚卸、棚上げ全部やるのかと。結局、出てく材料と、帰ってくる材料。だって、あなもうトラックいっぱい盗んでったらすぐ10万でしょ。 んだから、そうやってきちんとやってるとこもあると思う。出てったものと入ってきたもの、伝票全部つけて、うん、数出して。そうすると、すごい社員に負担がかかるじゃん。うん、だから、企業レベルってあると思うんだよね、うん。塗料でもそうだよね。じゃあ職人が全部塗料を売っ払ってらって、いいかになるでしょフッ素なんか本当高いからね。いいかになるよね。3本4本売ったらすぐ10万円になるんじゃない、うん、だから、そんなことを、まあ、分かっとるの、俺も。 だってアンチみたいなことを書かれたら嫌だで先に言っとくけど、あの、ただそこをやっぱじゃあセキュリティレベルを上げていくってことは社員に負担もかかってくるし、会社のスピードも遅くなる。だから、そのレベルに合わせたことやっていかなあかんし、その、ね、まだ今俺は顔が、みんなの顔が見れる状況だから、まあ大体嘘をつきやつって分かるじゃんじゃないけど、そうやって言って騙されとるんだけど、俺は <laughs>。だけど、まあ、それも必要経緯だと思ってんの。 うん、まあ何百万何千万までいっちゃってるからもう1000万を超えてるのかなあらだけどじゃあこれあのセキュリティレベルあの頃から当時からガチガチにしとったらもっと経費もかかるだろうしまあ社員も続かないだろうしねうんでだもうじゃあ仕事じゃあ今10やってることも六6でいいよってやってったんあげないとおかしくなっていっちゃうからさでも中小企業なんか人も取れないお金も取れねなかなかないで大企業ってやっぱ量が多いから同じ価格で勝負しても 強いところもあるじゃん。うん。だから、そういうところにやっぱ買っていくって、ね、いい仕事していくってなると、やっぱね、それなりのことやっていかなきゃいけないからね。うん。だから、そんなこの、まあ、こういう話を聞いたからって、じゃあ、うちもきちってやらなかんのかなって言ったら、そうじゃないってことだけは前提に、あの、聞いてください。えー、あとは、チャンネル登録といいねですね。あのー、昨日か、その前ぐらいに3万チャンネル登録超えて、で、今ちょうど動画2本撮ってますけど、 年内5万。あのー、最近いいね、本当にね、すごいしてくれるんで、あの、ぜひ、また俺もね、こうやってネタ探しながら一生懸命、まあ、話してますんで、チャンネル登録とあの、いいねしてくれるとテンション上がりますんで、ぜひ、本当に皆さん、チャンネル登録といいねしてください。じゃあ始めましょうか。はい、じゃあそれでは、横領の手口と横領,領された時の調べ方について、まあ、ね、あのー、話していくんですけど、まあ、その、最初の、 気づいたきっかけっていうのは、税理士さんが、これ、社長絶対おかしいですよ、と。あの、言って毎月来るからね、税理士が。うん、で、毎月来るんですけど、これ絶対社長、お金がおかしいですよって言って、ちょっと言われたんですけど、なんでじゃあそれわかるかっていうのを、ちょっとね、これ先に見てほしい。これ、まあ、経営者やっていく人はもう勉強になると思うんですよこれ実際のもので、これ簡略したもの、これちょっと黒入ってるのは、ペン入れてる。で、実際のものっていうのは、こうやって、まあ、数字も、まあ、ちょっと映ってるかな。こんな感じ これいろんなものがブワーって書いてあるんですけど、これ右と左に分かれてるんだわ。こっちとこっちに。で、ここに真ん中に入ってたら、これ絶対、あ、これもう一個つけようか。これ、金額が絶対に一緒になるの。その金額がね。それでな、なんで一緒になるんですよ。これまあ複式簿記っていうか、ば簿記っていうか、ちょっと俺正式名称わかんないけど、対借対照表っていうから、もうお互いが絶対一緒になる。これだって会社を表してるんだわね。他の企業のやつでもこの対借対照 対象表を見れば、この会社がどういう健全なのか健全じゃないのかというのもわかるんですけど、じゃなんでわかるのって言ったらさ、まあこれ一緒なんですけど、これまあ現金、預金。まあこれ仮で作ってるんだよ。で、通帳にまあ現金で入ってるか預金で入ってるかでしょ。現金。え、まあ現金っていうのはまあ現金。まあ、ここから預金から、これだとね、本当はあの預金とか現金、普通預金とか定期預金とかブワーって細かいんだね、これは。だけどじゃあ、 貯金通帳から300万下ろしたら、これ500の300なのね。でもこ、まあ、ここの、この書き方だと一緒の数字だけど、で、まあ、そういうことですよ。で、これ、売掛金、買い掛け金、まあ、借金はわかるよね。で、売掛金、買い掛け金いこうか。売掛金っていうのは、その、じゃ工事やりました。だけど、で、月末に請求書持ってきました。これ払ってくださいと。だけど、すぐもらうわけじゃないじゃん。で、ゼニコンの仕事とか、あの、下請けの仕事やってると、月末、翌末でしょう。 僕らは民間なんで1週間後、2週間後、1週間後かな ?5 日後かななんかにお金もらうんですけど、ただまあ、その、何月逆にまたいじゃったら売りかけって出てくるよね。大きい工事で、例えば3000万の仕事やって、月末に行ってらなくて、請求書、俺はまあ一発で起こしちゃうもんねそうするとうん、またいじゃうとかもあるんですけどで、それが売りかけ金ですよ。だって貯金みたいなもんだよね。もらってない資産だよね。お金に変わってないけど。逆に買いかけ金っていうのがあるんですけど、 買いかけ金っていうのはじゃあ何っていうと、その、まあ、塗料買った。じゃあ月末に塗料をこんだけ買いましたよと、うん、請求職力けど払ってないわけじゃん、すぐは。1ヶ月後に払うから。で、買いかけ金ってこう溜まってくるんですけど。で、下請けの工事やってる、手間請けやってる子は、ここ結構増えるでしょ元請けさんがいっぱいおって、45日遅れとかで入ってくるもんで、45日分溜まってくるわけじゃん。ね。だから結構増えるんですけど、まあこういう資材とか結構やってるところは、 うん、こっちがたまるよね足場,、まあ、足場はリースじゃない買い,、うんまあ、買いかけじゃないなうんでまあ決算の勉強じゃないまあ簡単に言うんですけどでこういうのをまあ本当はこっちはまあ項目別なんですけど車両だとか備、まあ、品事務用品ってこれ10万以上か20万以上かなんかだけは決算に出てくるんですよじゃあその10万以下のものは何って言ったらもうそのまま経費だから損失になってくる ね、まあ、領収書入れました。損失。だから、ま、ここからどんどんお金が減っていく。まあ、ここは減るわね。まあ、1万円のものなんかありました。九十九、あ、899、九十九万。で、こっちどこが減るのって言ったら、結局、月末になるとこは499だよね。利益。まあ利、利益と、本当は利益も入ってなきゃいけないんこれ利益余剰金になっちゃってるけど、月次だと利益って言うかもしれんけど、年間で1年で決算、本当の1年に1回の締めるときは利益余剰金って言って、 ま、税金も全部払った残りの利益が利益余剰金。で、それがずっと積み上がっていくわけでしょ利益が毎年溜まっていくから利益余剰金と最初に入れた資本金だよね。一番最初に1000万で会社作りました。300万で作りましたっていう資本金の合計額だけど、まあ、本当はこれ別々だよ。こっちではね。で、絶対にこれ一緒になるの。例えばじゃあ車買いました。40万で車買いましたって言ったらこれ、1040万になるでしょそうすると、なんだ。 現金が減るんか。現金、あ、ま、預金で振り込みだもんで、ね、預金が減るわな。そうすると、これが760万になるわけじゃないですか。で、これテレコだもんで、結局、これ増えて減るもんで、これ金額変わらんでしょ。だけど、じゃあ、この車が毎年価値が下がっていくもんで、経費参入していくんですよね。そうすると、ま、ここが、減っていく、まあ、究極ね、月,月末、うん。で、まあ、じゃあ、借金に買いましたと。まあ、じゃあ、社長、調子に乗って便利に使いましたと。1000万のもの。だから、1000万増えて1000万の,の。 ベンツが入ると美品だから、ね、でそれ毎年まあ簡単に言うと毎月100万価値が減っていくと簡単に言ってるでねそうすると100万引くじゃあ経費が引くでこれはまあ売上とかは入ってこないからでもう一個は対象表の別になんかあるんだけど BS と CS っていうのがあるんだけどそれはもうだって利益でそこから利益がここにコーンって入ってくるんだわで現金とかもここにポーンって入ってくるんだわ で、その、まあ、二つの対になるんですけど、結局ね、うん、この、まあ、なんでこの話をしたかっていうと、まあ、わかったかな、こんな説明で。ちょっと俺もう時間がないで、パッパーって説明するけど、あの、なんでおかしくなるかっていうと、まあ、絶対に俺が元気、ちょっと元気100万押し寄って、とか50万押しといてって、事務員にまあ任せて、おろしとってもらうわけじゃん。で、俺も,もらうわけじゃん。でね、手口としては、まあ、わかんないんだけど、これはまあ、本人も喋ってないから。 ただ、その、振り込みとかでどっかに振り込んだら絶対わかるから、やるとしたらもう現金なの。100万おろしといてって言ったら、200万おろしちゃうとかね。で、俺200万しか渡さんかったら絶対わからんじゃん。で、これ資産表で、この、ここでじゃどうふう風になるかっていうと、現金がどんどん増えてっちゃうんですよ。うん。うん、で、会社に現金がめちゃくちゃあることになっちゃうの。 だって俺がもしさ、まあじゃあ100万を下ろしてきて、俺がまあ50万ちょうだいって言って100万を下ろしてきたとするじゃん。で、俺は50万分これ使ったら領収書また会社に入れていくもんで、結局まあここに影響を受けてくるわけでしょ。うん。だけど、俺50万しかもらってないけど、50万分の領収書しか会社に入んないじゃん。でも100万通帳から言ってるから、その、ね、ここ、預金から現金に100万移っとるのに、現金の領収、で、この現金が、 会社に50万しかなかったらさ、50万じゃないとおかしいのに、その現金どっかにピュッて持ってっちゃうと、現金がドゥアー増えてっちゃうんですよ。それが何百万になったんですよで。税理士がおかしいと。1年ぐらい前から現金がどん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 増えていってるとで。これ、社長明らかにおかしいですよって。で、まあ税理士さんも、まあその当時の税理士さん今いないんですけど、あの、まあ、言い方としては、 まあ、誰々さんが入ってからおかしくなりましたよねって。ねなんか心当たりありますかって言ったら、うん、まあでも俺も金下ろし行きでって言って、もうキャッシュカードとかも会社に、ね、金庫には入ってるけど、ちょ、50万下ろしといて、とか。で、も前借りとかすごくてさ、その頃は。で、俺が自分で立て替えときゃよかったんだけど、俺もその伝票なくしたり、そういうのもあるもんで、結構いい加減になっとったから。で、結局何やるって言ったら、会社って結局、まあ中小企業ってありがちなんですけど、まあここにさ、まあ今はもうない。綺麗にしとるけど、 社長貸し付金っていうのがあるんですよ。それ何言って言ったら領収書切り忘れたとかなんだって、現金が合わんくなってくるじゃん。だから年末にもう自分の金でボーンと入れて消すか、もうその金額がおかしくなってくると社長貸し付けみたいな。結局こっちとこっちの金額が合ってこないといけないから、現金がないと。まあもうこれ預金がなくて800万するじゃん。でも会社金庫蓋上げてみたら300万しかないよねって500万足りないよね。どうしますって。ああまあじゃあとりあえず社長貸し付けにしといてくれとで。そこから減るわけよ。 で、その、経費使ったとことで、だって、りゅうまま、500万もないから、500万入れといてくれって言って言っちゃうと、経費でね。そうしたら、ここが500万下げれるんだけど、それ脱税なんだよ、結局は。領収書架空で作って、も、ま、う、あ、入れちゃうわけでしょわからんで。つって、もういいや。もうわからんで架空で入れといてくれって言って。で、結構あるじゃん。もう前借りしたやつ、年表を切り忘れたとか。 ね一本、なんか、コンビニでジュース買ってってないだとか、もうそれだったらいいけど、大きいね、まあ、常から車を売ってもらったやつは、領収入れてなかったわとかで、いろんなことがあると思う。あの、建て替え金だとか、なんだとか、貰ってないとか、貸してもらってないだとか、でそういう金が合わないものを、ね、あの、そう調節するんですけど、まあ、とにかくその、現金がもう全然合わないですよって。で、逆にお、あの、その、俺が、その税理士さんが言ってたのは、 その人が入るまでは現金が何俺給料取っても1円も使わないから。うん。だからどんどんその現金が減っちゃうっていうのが逆座やみたいになんだのん。ほん自分の給料で俺は物買って両師者だけ会社に入れちゃうと、要は、例えば俺がまあ給料取っとるとするじゃん。で、会社の物買うとするじゃん。で、そうするともう本当にプライベートがなかったからな、その当時はね。もう10年ぐらい前よ。うん、だから、 ほぼ仕事してるから、もう何でも物買って自分の給料でも物買うし、で、その大した給料にしてなかったけど、自分の給料でも物買って、両収会社にボーンって入れちゃうもんだから、で、その金をむらってないもんで、俺も。そうすると何が起こるかっていうと、あるはずのない金で物買っとるわけじゃん。だから会社の現金がマイナスで出ちゃうわけ。いや、そんなに会社に現金ここないしょみたいな、うん。マイナスだよって言って、おかしいじゃんって言って、んで、 現金持ってってくださいみたいなことが毎回行われたわけ。社長領収よ自分の給料で金使ってますよねって。でも領収書、あの、この部分ちょっと調整で持ってってくださいね。みたいなことが行われてくわけよね。だって結局は。本当はだって通帳から金抜いて物を買うんだから。だけど俺自分の給料で買ってしまって領収入れてしまうから、逆やが起こってしまうんだけど、 うん、でその、まあ、人が入ってから客にどん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 現金が足りませんって。も確かその額、もほとはっきり覚えてないんですけど、300万、400万ぐらいだったと思うんだよな。で、もともとマイナスだった部分から言ってるから、いや、確か、300万ぐらいだったかな、ちょっと覚えてないわ。うん、で とにかくだね。まあみんな商売やってなったらもう現金。でまあね、材料盗まれて売られたとかさ、塗料盗まれて売られたとかもまあわかるけど、まあ5人、10人ぐらいの会社だったら、もうそんなにガチガチにしてもしょうがないけど、まあお金だけはね、やっぱ、ちょっと金を下ろしてきてって言って、まあ、その場のはいいよ。今でもやるからね、俺ちょっと自分のカードだけどね。ちょっと、打ち合わせしろよちょっと30万下ろしてきてくれんかって,ってでも伝票とそれ一緒に持ってくるから、まあそんなことはせえへんし、まあある程度その、事務にも習慣的になったからね。 ちょ、金下ろしといて、金庫にもう50万円でれといて、100万円でれといて、みたいなノリで、もうその、現金で全部やったけど、もう今だって給料も全部振り込みにしたんですよ。もう本当に振り込みかな。うん、ほぼほぼ。だって、あとはもうネットの、あれが普及したでしょ。昔はなんかもう本当に、ちょっとなんかかからなかったら、買いに出て現金、現金、現金みたいな感じだったから、現金がすごい動いたんですけど、で、なんかあって銀行また金下ろしなのかなって、めんどくさいからさ。で、今もうコンビニですっごい下ろしてるし、まあ、その当時も下ろせたけど、 うん、だから、まあ、とにかく現金が動かんようにしなかんっていうのが、まあ、方法かな。うん、まあ、その、そうそう、うん。現金を動かすっていうのだけ気をつけてくださいっていうのと、あと、じゃどう、ん横領された時の調べ方か。まあ、調べ方はね、ほんで、その時に、まあ、なんぼも、もう散々調べた。で、もう、 まあ言い方がこれも社員も聞いてるもんね、あれですけど、まあね、ATM の動画見せてくださいって言っても見せてくれないし、やっぱ犯罪性がなくて、その警察がね、そのなんかやりゃ、うん、まあ出しますって言ったけど、警察は動いてくれない。それは民間の自分たちのことだから、警察にも相談も行ったんですけど、もちろん。で、まあ俺も社員を疑うの嫌だから、まあその人に直接、まあ喫茶店かなんかだったんかな、確か。うん、まあこういうことが、 税理士から言われとるんだけど、なんか心当たりないかなって言ったら、うん、まあそのお金持ってっとるかとは言ってない。なんか決算が間違っとるかもしれんと。入力が間違っとるかもしれんで、ちょっと一回調べてくれちゃうとって言って。うん。言ったけど、まあその後も、いや私やってませんって。もうやってませんって言ったら現金抜いとって、そのビデオカメラで映っとるわけじゃないもんね。で、あったよ。その、例えば会、会社のカードが何回、何回、通帳全部のキャッシュカードがあったからね。 で、俺がコンビニで下ろす分もあれはその人が、まあ、例えばその人って言ったらかんけど、違う人が、俺が例えば50万下ろしたのに、違うところでその当日に50万下ろしとる場合もあったわけよ。それっておかしいじゃん。50万下ろして、酒飲んでも50万いかないでしょ。うん。だから、おかしいなーっていうのはあったんだけど、伝票を出してってね。まあ、だ全部出るからさ、いつ、いつい,ついくらおろしたっていうのは全部出る。だけど、確たる証拠にはならないね。 だから、結局は、まあ、犯人、俺はまあ、泥棒やったやつは、まあ、お、おって、ずらずーが、まあ、チンコロして喋ったやつはあるけど、チンコロっていうか、まあ、僕はやりましたって言った子はおるけど、まあ、それ以外はもう、お蔵入りだし、もう、責めるつもりもないし、警察隊にするつもりもないし、お金返せっていうつもりもないけど、うーん、まあ、うん、まあ、ちょっとずつそこのセキュリティのレベルは、まあ、上げてからかよね、みんな。うん、まあ、 そうだ、ね、まああんまりガチガチにする必要ないけどうんまあ俺振り込みも全部もう全部従業員やってまうしね、うん、そんなことやっとったら仕事になんないもんまあよく連れからお前よう振り込み従業員にやらせるなってけどあんなもんだって記録出るからね1000万でも2000万でも振り込んだらわかるしうんだからまあ俺は本当に怖いのは現金じゃないかなって思います、えー、今日は以上ですあチャンネル登録といいね是非してくださいねまたねー